はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、天空中央高校別ルートですね。今回は投手でやっていきたいと思います。まあ、基本方針はね、前回と変わらないんですけれども、デッキの編成はまずコントロール上限を、目指すつのちゃんで、初期評価の関係でね、PSR を、持ってきてます。今回お守りは持ち込んでませんので、とあと一応折り編取ろうかなと思いまして、エレキサンダーボルトでいきます。アーサーはね、エクスカリバーじゃなくて変幻自在を狙っていきます。あと虹谷に入れて、とあと変化球キャラで二刀流ルナちゃん、まあ、エピローグポイント目的もありまして、二刀流ルナちゃんを入れてます。とあと特攻キャラとしては雷プラゴですね。試合経験点ボーナスがついてますので、プラゴでお借りしてますという感じでやっていきましょう。コントロールアピールできたけど、なんかめっちゃ低いぞ。38か。まあ2位上げれば40になるからね。で、最初はやっぱり評価下ですね。ほい。で、つのちゃんがね、どうしてもお守りがない関係で、序盤11月になる前までは集中的に評価を上げていきましょう。もう出てきてるね。さらに変化球で評価下。よし、追加がね、発生してくれれば9上がるから、まあまだ自己紹介の時期なので、エンジェルとしての評価はそんなにこだわらなくていいかな。これ10上がるからね。ただお守りはそこまで必要ないかなって最近思い始めてるんですよね。天空中央は。よし、ゆかり様、また例によってね、エンジェルガチャをしなきゃいけないんで。アーサーがね、急速骨とかくれればかなりいいんだけど、虹谷はやっぱり根骨だよね、欲しいの。キレはエレキも持ってるんで。よし、まず3で、ゆかり様、ゆかり様もだいぶ評価高いよね。痩せてみよう。体力的に微妙な感じだな。コツが来てんのか。22は無理だよって。2でしょ今。エンジェル評価、精神が足んねえ。精神が足んないし、そもそも練習したら死んじゃうからな。雷いるし、回復あるし、ちょっとメンタルやろう。まあ、8だけでも結構ありがたい。で、ゆかり様がマックスですね。で、そこから、ちょっと、これやればもう3になったでしょう、多分。感覚的な話だけど。一応見てみよう。その他関係者。よし、つのちゃん、とりあえず乗りましたね。ここで評価開けられるの、ほんとでかいよな。じゃあ、どうする？コツでいくか。うん、まあアーサーはね、もう大半が練習だからな。エレクトリカル、ちょっとこれさ、普段使わないからね。エレクトリカル、少々お待ちを。これ通常イベントですね。サンダーボルトじゃない方。ここだと弾持ちか。あ、敏捷ポイントも手に入るんだ。いや、でも敏捷ポイントルナちゃんもくれるからな。速球中心はいいや。ちょっと変化球中心を狙っていきますか。静的防止の保湿だね。うん、くれなかった。一応サンダーボルトは変化球依存らしいんで。よし、ここでね、ルナちゃんくれるからね。で、体力ないし、また精神をやるんだけど、ゆかり様の強化を上げてハートの放出を増やしましょう。ほい。技術がね、相当必要になるんだよね、黄色い声援。これはね、やっぱりモテモテになっておきたい。よし、
これもあるからね、お守りちょっと最近いいかなって本当に思ってる。誰もいないけどな、体力的にな厳しいんだよね。いいや、ちょっともう一回メンタルやろう。アフリカ土産、ちょっと体力上限上げていきますか。テンポ丸になるんだ。2人、つのちゃんいるね。まあ、ちょっとここにしよう。いや、モテモテあるとマジいいわ。で、雷はね、今回なんだっけ、あとワイルドバージョンなんで、クロスキャノンですね。クロスキャノンはね、技術をやっぱり使うからね、そこがまたちょっとネックな感じではあるけど、どうしようかな。やっぱまだ人がいないんだよね。回収、いや、サイズ参加、まあ上げるだけ上げとこう。ひかりちゃんも上げとこう。エレキ雷か、まあいいや、やろう。ラフパワー中だし。来た、サンダーボルト投げてみたい。ちょっとまだ1回目なので、あれ、こいつも敏捷くれんだ。全然使わないから知らんかったな。ここは回収に入りましょう。評価上げをしつつ回収。お、スタミナ4も上がった。で、これは回復だね。てかさ、これ何がいい？政治経済にしとこう。勝ち運、虹谷、つのちゃん、だってもう乗ってるは乗ってるよね、どう考えても。一応ダブルタックか。でもな、ポンコツはマジで欲しいんだよね。キレも取ってないしね。カチューンは掴んでおこう。脱散も取ってないからな。今回はコツ優先でいきます。ほい。ダブルタックもね、結構おいしいんだけどね。うん、まあまあまあ、ポンコツが来たんでいいでしょう。すっげえな、やべ、静香ちゃんの好感度60も上げた。どうやって、やべの何が良かったんだ。騎馬妹とかさ、一番やべと対局の位置にいそうな感じのキャラなのに。ここはもうそうだね、エレキだね。行こう、コツをくれ。まあどっちでもいいよ、内角でもキレでも。キレが来たらキレを取る。練習、ラブパワー。うわ、ちょっとそろそろコントロール上げよっかなって思ってたところにこれが来た。もう5になってるからね、ちょっともったいなかったといえばもったいなかったな。まあ、コントロール2っていうのもね、直上げだからそうだな。スタミナちょっと上げておいて、変化球を覚えていきますか。とりあえず2ずつ、やっぱ球種は多い方がね、サンダーボルトを覚えた時にいいんで。じゃあコツでいきます。あ、しまった、レイディとファールの位置を見てなかったな。人集めもしていかなきゃいけないので、うん、コツがありつつレイディーか。こっちで行こう、やっぱり人優先。いけ、騎馬妹来た。サンダーボルト2回目、注意する。もう1くらいなんか上げときたい気がするんだよな。3球締めとは言わなくても変化球を伸ばしていきたい。伸ばせる、カーブにしよう。なんか微妙だな。5か、
全体的に。レイディが行って、ファウルがここか。まあ、回収ができるといえば回収ができるんで、おい、変化球回収して。スミカちゃん。はや。いけ。よし。まあ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 、取れたんでいいでしょ。こいつ、敏捷くれるね。こんなに敏捷くれるキャラだったんだ。全然知らなかったな。お二人か。8%か。ファウルがいるからな。やっておこう。アーサーのスタミナの直上げもあるし、一応監督評価も上げつつ。お筆なんだ、モワモワモワってなるんだ。一瞬だけ元に戻るっていう感じか。なんとか昔みたいな元気を取り戻してほしいな。ちょっと一回間違えた。デートしようと思ったけど、どうせだってあげていくか。無事サンダーボルトは覚えられたんで、まあ、あとはそんなに変化球にこだわる必要はないか。つなちゃんやっぱりね、一番最初のデートがしょぼいからね、できるときにデートしておきましょう。またモワモワモワか。これどうする。敏捷ポイントあるんだったら変化球にしとこう。てん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 。でアーサーは下、一回間違えてるからね、全然気づかなかったけど。あー死ぬな、これちょっと一回メンタルで結局減るから1か。またかよ。モワモワするんだな。元気そうで何よりだ。やっぱキレだね。内角をさっき掴んだんだよね、エレキは。もう一口もらおう。ファウルがいるくない？ファウルが。今何人？そもそも。まだ7人か。ちょっとやべえな。女の子集め、最優先。カリンちゃん2人いてくれるとね、すげえ楽なんだよね。ファールとレイディが。ここは普通に野球で行こう。大吉、これこの後があるからね。あ、大吉。これでもう評価マックスになったね。2人いるけど、ファールだな。ファール。てかなんでファールなの。よくわかんないんだけど、名前の由来がわからん。治癒か。やっぱり治癒はどうしても加わっちゃうよねっていうのもあれだけど、選択肢がね、どうしても。これで負けないぞにしてみよう。これやったことないんだよね、負けないぞには。あ、体力上がった。なんか負けないぞってやって対抗して体力が減るかなってむしろ思ったんだけど、そんなことはなかった。逆だった。9人これで10人。サトリちゃんで、これは進めていきましょう。1月中にはちょっとエンジェル12に揃えたいんだけどな。いやー、待て、そもそもいない。3人か。いや、回復しよう。精神がちょっと余り始めてきた。ここでさらに精神くれるからな。コントロールを上げ始めますか。貸してもらう。ほい。やっぱ近日直
くら足りてなさそうだな。球速も上げとこう。雷か。レイリーファール。カリンちゃん、ちょっと待って、カリンちゃんを上げるだけのさ、ないよね、その技術を使い果たしたからな。まあいいや、しょうがない、それはしょうがない。え、どこだっけ。あ、ここか。これで全員揃った。よし、マネちゃん重要だからね。よし、しぐれちゃん、ミサちゃんが、このミサちゃんとさ、チユちゃんが揃うとちょっときつそうなんだよね、経験点的に。で、あとはまあどうするか。ここはエンジェルがいないんだよね。ただしコツがある。技術か、足りてないは足りてないんだよな。どれがいいんだろうな。すげえ入ってくれんな、小筆。技術要員小筆だな、やっぱり。そしてバレンタイン。まあんまりね、タックに惑わされないことだよね。一応エンジェルは全員上げておこう。ここで結構経験点を使うな。よし、さて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 、技術回収か。技術回収しよう。痛い。あとは体力をどうするか。メンタルやりながらなんとか。めっちゃ鬼ボス。あ、これは体力が減るんだよな。タックタックが来てるとはいえ体力ない。精神だらけになりそうだな、練習が。で、ここはもう折り辺は取ってあるんで、あ、そもそも出ないや。打たれたけどしょうがない。コツ、エレキか。ちょっとエレキのコツは踏んでおきたいは踏んでおきたいんだよね。やっぱりキレがないからね、今のところ。で、内角はもう取る。ちょっとここは踏みます。一応見とこう。これ超回収できんな。いや、でもコツが今回は優先。怪我した。おとなしく精神やっとけばよかった。クロスキャノンもね、直撮りしようとするといくつ、少しか、かなり厳しいんだよな。ルナッチか。まあいいや、それなりに放出してくれたから。打球反応、まあピンショポイントはあるからね。いいやつになる必要があるかどうかって言われたら多分ないんだけど。うわー、 78%。 これやるべきかな。怪我してでもやるべきなんだよね。あの、放出はしてくれるから。パキってなんなくてよかった。ただ体力がない。お疲れ様。ちょっとでも体力を回復しよう。体力管理が難しいね。うおー、虹谷。メンタルで濁すか。メンタルした分がほぼ消された。あ、これは来てんな、やろう。うわー、ちょっと待って、 23% か。放出しておく。ルナちゃんの打球反応は消しとく。ほい。いや、もったいねえ気がするけどな。いや、ちょっともうすでに
練習を何回か無駄にしてるからね、怪我で。でジャイロも掴みましたと、やる気がなくなりましたと、やる気が上がりました。で緩急掴みましたと、3人か。こちらがやっぱりハートもね、放出した状態にしておきたいんで、これこっちでいいや。ハイティンほい、よし、やる気が変わってくれた。ちょっとまた上げていきますか。スタミナはじゃあ C にしておいて、コントロールを一旦 S にしておこう。あとあるから、スライダー3、カーブも3で、オリジナルこれをまず4にしよう。で3人ほい、技術を集中的に取っていきたい。3人4人足す虹谷ほい、よし、たくさんキレがない、キレが、俺のキレ、キレを狙いに行くか。ダッサンはだからもう潰しちゃう。何人？一人か。ここがな、コツがありつつ結構いろいろ回収できるんだよね。ただまあ変化球3つか。いや、こうしよう。ちょっとキレはマジで掴まないと厳しいから。変化球139、よし、キレで、キレももう3でいい。はい、で今日のキレ味、うん、残りや、もう1回くらいな。ちょっとエンジェルフラッシュを行いたいんだけど、3人、ただ回収は終わってない。てかもうすげえメンタルやってんな。いや、メンタルやらないとさ、無理なんだよ、本当に。喧嘩体力減るんだよね。お、いいね、いいね、いいね。最後に回復しつつ。エンジェルファッシュ。ありがとう、雷。君を入れておいてよかったよ。さあ、もう回収しつつ。まずは、金徳はちょっと、回収しておこう。何くれんの？プチ無双やった。エレキ、お前を入れた甲斐があった。これ何も考えてなかったからね。あ、メンタルがある。しかも回収もできる。ちょっと筋力があるんで48だな。で回復、やっぱり技術だな。クロスキャノンも控えてるからな。技術回収できるところでガー、どうする、やっとく、もう最後の最後ほい。回収率も悪くないしな。よし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 。さて最後の回収係、ここいいね。いや、ここもさ、技術的にはでかいよな。いや、ここもいいか。全体的なことを考えるとここだほい。あとはもうひたすらデートで、殻が発生しないことだね。これ変化球ポイント結構あんの。カーブ、スライダーで、技術足りてない、本当に足りてない。お出かけデート、角田、殻が来たらマジで終了する。
で、ここは買っとくか。練習はしないからね。これどうする？自分で打っていくか。おい、スタミナは C あるのか。まあ、なんとか先発は乗り切れそうな気がするんだけど、 B まで上げとこう。筋力と精神結構あるからね。実績点4。あ、3になってる。実績点のつき方がよくわからないんだよね。エラーとかになると実績点に。ちょ、待って待って待って、練習なんてしないよ。ほい、もう見ない、練習は見ない。カナデートがある人はね、ちょっと怖いよね。どうしようかな、一旦100にしとこう。多分ね、101にできる技術はないんだよね。ほら、いや、技術不足だね。大体で変えられてたね。失点が多すぎるんだよ本当に。さて、じゃあ最後クロスキャノン取ってないっていうところもまだ痛いんだよな。あと技術もそこら辺2つで相当取られるからね。尊重する。超尻上がりもなんだかんだで、ね、骸骨がないから20。いやー、こっちだな。ちょっと少しでも技術を回収しておきたい。まあ、最悪ルナちゃんがねエピローグポイントもくれるからね。いや、足りない。これ60使うからな。102にしとこう。これでポンコツは OK。 あと変形地材も結構使う。超尻上がりも使う。で、牛毛果敢も使う。これ金徳回収できなそう。うちもそう、取っとこう。金徳の回収がちょっと無理っぽくなってきたな。一応投げ切ってくれた。やっぱりな、野手の時と比べるとどうしても経験点が。どっちにする？西谷か。こうだな。こっちの経験点をもらっていこう。出た、ブンブ。大嫌いなブンブ。うーわ、もう変化球ポイントもさばけない。スタミナ本当はね、球速を上げたいんだけどね、技術が足りないんだよね。球速を上げるだけの。こいつ実績っていくつだよ。6とか。結局最終的に8点取られたかんな。何なので、コツ変化球かあってもなーっていう感じなんだよな。少しでもちょっと技術を稼いでいきますか。こいつは技術くんないけどね。
技術キャラ入れた方がいいかな、まあ、技術キャラっていうかコントロールキャラ、これどうしようかな。まあいいや、いつも通り打ってこう。打てないんだけどね。147か、もう無理だ、マジで足りねえ。クロスカノン時代今すぐ取れねえし、ヒューモンかな、とりあえず取れるやつから取ってこう。ジャイロもせっかくだから取るか。変幻自在も無理だよ。ちょっとりあえずさ、タイピンせっかく、タイピン取って技術がな、まあいいや、知らん。2か、5点取られてたけど、いやー無理です、これはマジで技術が足りない。通常バージョンだったらね、しぐれちゃんが技術膨張型だから全然技術は多分大丈夫なんだけど、てかなんかさ点少なくね。こんなんだったっけ、ばらけてるからか。印象ポイントももらってるところを考えればそんなもんか、まあ、8000ね。ちょっと投手難しい。いや変化球ポイント絶対余るよこれ、このままだと。でも金徳2つはこれ諦めるしかないよ、技術不足で。通常バージョンだと変化球ポイントが足りない代わりに今回変化球ポイントが余るみたいな、バランスがやっぱ良くないんだね。まあ変化球はあるから、じゃあサンダーボルトもちょっと上げとくか。ほい、サンダーボルト6にしとこう。そしたらもう技術ないからね。でこれもうダメだ、1しか上げらんね。いや筋力がダダ余りだよ。クイック取れるから、ちょっともうで変幻自在取れない、血を知り上がりも取れない、クロスキャノンも取れてねえし、速球対抗心、あと変化球対抗心も取っとこう。いやこんなんか、ちょっとこいつはまま、お蔵入りだな。ギリギリでエース6ってところか。まあそんな感じでね、ちょっと変化球キャラを入れすぎたのかな。で変化球中心で組まなくてももう少しコントロールに、寄らせてよかったかもしれないですね。まあこういう風にねちょっとずつ、やってみて軌道修正して、もう1週間あるんで、天空中央のね、別ルート、やっていきたいと思います。あえて天空中央強化とは言わない、だって別ルートだもんね、あの最初に選ぶから。まあそんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。